ジョジョどうもこんにちは、シェフロピアです。本日は、広島牛をねちょっと焼いていくという動画になるんですけれども、以前ね広島に直接行きまして、牧場とかねちょっと見てきました。こんな感じで、で、どんな形で、広島牛が作られているのかとか、その辺はね動画で解説しておりますので、興味ある方は見てみてください。で、今日はお肉の焼き方って、今まで何度かアップしてるんですよ。こんな感じでいろいろアップしてるんだけど、正解はねないんですよ。お肉ってないんだけど、今日は厚めの肉、焼くの難しいんじゃないかなって思ってる方多いと思うんですよ。オーブンなきゃダメなんじゃないかとか、コンベクションうちないよとかね、フライパン一つでも美味しく焼くことできますんで、そちらのコツを教えてたいと思います。じゃあ早速作っていきます。はい、ということでございまして、本日焼いていくお肉はこちらですね。広島牛、広島和牛というのがあって、その中に広島牛があったり、日場牛があったり、こんな感じでいろいろあるんですよ。で、今回送っていただいたのが、広島牛ですね。実際に僕が牧場に行って見てきたお肉でございます。で、こちらはですね、サーロインですね。もうサシも素晴らしいですね。はい、こんな感じでね、立つお肉、大事なポイントとしましてはですね、まず、お肉をね常温に出しておくですね。もうこれはどんなお肉を焼くときにも超基本になりますので、しっかり常温にね戻しておいてください。夏場と冬場で違いますけれども、30分から1時間ぐらい出しておいた方がいいかなとは思います。フライパン熱していきます。塩振ります。これもね、塩の振るタイミングももうちょっと前に塩を振るって方ももちろんいらっしゃいますし、これもね本当に人によるんですよ。で、どれが正解とかじゃないと思いますので、今日は直前に塩を振るやり方で焼いていきます。で、油、これ牛脂使っていただいてもいいですし、もちろんサラダ油とかでもいいですし、この部分に油が入ってますので、この油の部分から油を出すみたいな、で、自分の油で焼いていくっていうのもやり方の一つです。強火にしまして焼いていきます。で、焼いていくときは見せたい面ですね、見せたい面から先に焼いていきます。で、今日の場合だったらこっちが細くてこっちが太いじゃないですか。簡単に言うと、こっちの面を上にして盛り付けるっていうやり方が結構一般的だと思いますので、こっち面から焼いていきます。で、今日はフライパン一つで焼いていくやり方になりますので、フライパン一つで焼く場合はですね、ガンガンに強火に焼かないですね。感覚としては中火ぐらいで焼いていきます。なんでかっていうと、フライパンの中だけで火通していきますので、中まで火通りづらいので、で、こう出てくるじゃないですか、どんどん出てきますので、この出てきたやつは都度取り除いてください。キッチンペーパーでね拭き取るとかでもいいですけれども、余分な油があると酸化しちゃうんですよ。なので、お肉の周りにはねあんまり油がない状態で、今日は焼いていきます。で、頃合いを見て、このもう焼き加減でね判断してください。いい感じですね。お肉の焼き方にこの正解がないっていうのがですね、今日は割とオーソドックスと言われているやり方だと思うんですけれども、人によってはね超低温から焼き始める方もいますし、もっとフライパンをねもうカンカンに熱しといて、で、焼き色だけパッとこうつけて焼くっていうやり方もありますし、そしたら、あとねこの油面、油側ですね、こっちもちょっと焼いていきたいので、お肉立てて、で、僕の場合はこの時にこう油出るじゃないですか。この油の中で油を焼くみたいな、油を引き出すというかね。一度ね取り出します。でね、多分ご家庭だったらコンロの上とかで、ちょっと余熱あって温かいので、そういうちょっと温ための場所に置いて、で、アルミホイルかぶせて、ちょっと余熱で保温します。
大体5分ぐらい焼いたと思いますので、まあ、4、5分ぐらいは休ませるって感じですね。あ、もう一つ2枚あるんで、もう一つは、お店でこれをガチに焼くバージョンで焼いてみたいと思います。それはね、あの鉄板使ってガガッと本当に表面だけねがっつりリソレしてコンロ下のオーブンで焼いていくっていうやり方をしてみます。ちょっとね比べてみようと思います。はい、じゃあお店バージョン焼いていきますね。お店バージョンはね、この鉄のフライパンだとしたらちょっとうっすら煙が出てくるぐらいまでは熱します。直前で、僕の場合はですよ、僕の場合は直前で塩振ってで油を敷きまして、でね、もう強火でね、もうガガッと焼いていく感じです。もう時間にしたら多分30秒とかだと思います。でガガッと焼き色をね、こう両面こんな感じでつきましたら、まあ、最後に油を焼きます。まあ、これも油から先に焼く方法もありますし、まあお好みでいいと思いますけどね。そこはで油の面もしっかり焼けましたら、リソレが終わりましたので、この段階でオーブンに入れていきます。まあ、今日の厚みだったら、1回ちょっと3分でかけます。3分オーブンの中に火を入れたら、上に出してから2分休ませます。で休ませる間にこう中に火が入っていくって感じですね。でそこから先はね、そのお肉の状態見ながら2回目何分火入れるかっていうのを決めてる感じでやってます。ざっくりこんなやり方でやってますよぐらい聞いといてください。で、まあ、今日は、メインはねフライパン一つで焼くやり方ですので、はい、じゃあ続きです。お肉焼いたフライパンですね。でこっちのお肉の方もいいですね、まだこうちゃんとあったかい状態で、今日はここに、バターを入れていきます。まあ、バター嫌いという方でしたら、あのバターじゃなくてオイルでもいいですね。で、まあ、お肉入れまして、で火加減はね弱火から中火の間ぐらいで大丈夫です。でバターだけだとちょっと重いので、オリーブオイル僕はね加えます。時折こうかけながら焼いていくっていうよりも、こうなんていうんだろうな、こう温めながらこう熱を加えていくっていうイメージですね。もう焼くのは最初の段階で焼いてありますので、オイルかけながらこうなんていうの、焼くっていうか温めていく過程で中までしっかりゆっくりとね火を入れていくっていう感じです。で焼いてます。まあ、何度も言いますけど、あの本当にねお肉の焼き方ってもうめちゃめちゃいろんなやり方があるんで、はい、最初のお店バージョンが1回目終わりました。でね、1回目焼き終わったら僕の場合はねひっくり返します。これもあ、映ってないかこれ、上下ひっくり返してで休ませます。ちょっと今日は2分休ませますね。はい、フライパン1つバージョンの方は、はい、アロゼ終わった段階ですね。そうしましたらまたこれで保温してあげて、これでねあと3分ぐらい休ませてあげれば多分ちょうどミディアムぐらいになってると思います。わかんないけど、休ませ終わりましたので切っていこうと思います。先にじゃあフライパンですね、フライパン一つで焼いた方のお肉、ドーン、こんな感じです。じゃあこれちょっととりあえず半分くらいで切りますね。こんな感じですね、うん、ミディアムぐらい。続きましてこちらが、オーブンで焼いたバージョンですね。半分で切ってみます。はい、こんな感じ、うん、こっちの方がミディアムレアぐらいな感じですね。このね触った感じもね、ちょっともう一回切るか、あ、比べるか、同じ場合ような場所で、はい、こんな感じの
違いです。こうちょっと画面だとね分かりづらいかもしれないですけど、こっちの方がミディアムぐらいの焼き加減です。でオーブンで焼いた方が、まあ、ミディアムレアですね、これだと。まあでもここはもう好みです。どっちの仕立てでもいいと思いますから。さて今日はですね、私一人でねちょっとバーッと喋りながら、もう今日はねレクチャー動画と思って、あのまかないシリーズとかじゃなくてやったんですけれども、さあこの間このお肉をね黙って待っていたメンバーたちがいます。じゃあみんなで食べましょう。やったー、美味しい広島牛パーリー、やったー。ありがとう神様。じゃあいただきます。いただきます。こんなに一口、柔らか、ね、柔らかいお店。うん、柔らか、上質な油でございますね。うん、もう、うも、出ちゃった、ね、ジョーさんのうもが出ました、うん、流れていきますね、うん、あ、そうでしょ、うんうん、これオレイン酸の値がすごい高いの、でどういうことかというと、まあ、簡単に言うと、ジョーさん安心してください、胃もたれしないと思います。油の質がいいってこと、ね、そういうことなんだ。油の質いいと本当に胃もたれしにくくて、フライパンだけのやつで食べやすいよ。うん、あ、いいね、うん、すごい柔らかいですね、うん、あ、美味しい、うん、めちゃくちゃ美味しい、うん、いい感じに焼けてます ね、美味しい。そうという感じで、意外にね、はい、今日あの見ていただいた感じで焼いていただければ、結構厚みのあるお肉でもね簡単に焼けると思いますので、あとこっから先は自分のねその好みに寄せて焼き方いろいろ変えてみたりとかして、お肉楽しんでみてください。コロナ落ち着いたら、あの広島牛食べに来てねって、あの広島県の方も言ってましたので、落ち着いたら遊び行ってみてください。行ってください、ぜひ。お嬢さんも行ってらっしゃい。行ってきました。行ってきます。ということで、じゃあまた次回も何か作っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあ